34番発射台に設置された SA-31 段目の青いカバーは風から機体を保護するためのものアポロ SA-3 はアメリカ合衆国のアポロ計画において3度目に発射されたサターンイ型ロケットである2度目のハイウォーター計画が実施された SA-3 の目的はアポロ SA-1 から継続している機体の性能試験であった 過去2回の実験はそれぞれ少しずつ異なる目的を持っていたが、今回の最も大きな特徴は、初めて燃料を満載にして飛行することであった。1段目と2段目を分離する逆噴射ロケットの実験を行うことも検討されたが、今回は2段目がダミーであるために見送られた。アポロ SA-2 と同様、今回もハイウォーター計画が実行された。 二段目に10万9000リットルの水を搭載し、宇宙空間に散布して人工的な雲を作った。発射は1962年11月16日に行われたが、この時アメリカはキューバ危機の直後で緊迫した状況下にあり、見学に訪れる人は誰もいなかった。今回の実験では燃料を満載していたため、発射から4分53秒後には、 高度 167km にまで達した。マーシャル宇宙飛行センターの技術者たちにとっては、よりゆっくりした加速と長い燃焼時間が、ロケットに、どのような影響を与えるかということについても十分な、データが得られた。最高高度に達した時、搭載した火薬を爆破して、宇宙空間に水を散布したが、大した影響は観測されなかった。 ありがとうございます。